皆さんこんにちはレック専任講師の木村と申します、えー、測量士測量士法の受験をされた皆様、えー、受験の方本当にお疲れ様でした 1>, 1年に1度の国家試験なのでおそらく皆さんねしっかりと学習して試験に臨まれたことと思いますどうでしたでしょうかね手応えあるという方がねたくさんいらっしゃるといいんですけれどももし今後の予定ねどのようにしようかという迷っている方がねいらっしゃるとしたらぜひその一つに土地家屋調査士試験にチャレンジというのもぜひ加えていただきたいと思います でこの土地家屋調査士試験というのは通常、午前と午後、まあ、このの段階の試験になりますなので、まあ、通常ですと1日がかりの試験になるんですがこれが測量士、まあ、測量司法あとは建築士さんなんかの資格もそうなんですが、まあ、これらを持っていると午前の部が免除になるという非常に大きなメリットがあります。 でまあ、なおかつ測量士測量士法の学習をされた方というのはこれは土地家屋調査士の学習においても非常にこれ有利、ね、要は内容がかぶっている部分というのもあるので、まあ、これは大きな大きなアドバンテージになると思います。ななのので、えー、ぜひこの土地家屋調査士試験についいいてて少し、ね、知ったただきたいなということで、まあ、お時間をいただきたいと思います。 はいではその土地家屋調査士試験についてえ少しパンフレットを使って説明させてください。はい画面に映すのでこのの画面の方ね見ていただければ結構です、はい、ですはもしお手元にパンフレットある方はねぜひ一緒に見てみてくださいはい。まずどんな試験なのかというところですがはい。 パンフレットはこれ11ページになりますまず「土地家屋調査士試験」これいつが試験なのかというと「10月、ね」毎年「10月の第3日曜日」まあ、このありがね試験日になってきますで「えー、午前の部」「午後の部」とありますけれども先ほど申し上げた通おり、まあ、通常ですとこの2段階ということで1日がかりの試験になるんですがもし「 測測量士測量士法士法を、ねえー、お持ちの方ですとこれだけ午後の部だけに専念できるということでこれは大きななアドバンテージになります本来だったら午前の部も午後の部も受けなきゃいけない。ただしこれ午前午後両方受けて合格する方ってなかなか実はいないんです。 でまあ、ここ2年ぐらいやはりコロナの関係でいろいろあってこれ両方ともね受けざるを得なかったという方も、まあ、実は一定数いらっしゃいます。で、まあ、もちろんね合格している方もまあ何人かいるんですけれども実際普通だったらこれ両方ともね午前午後両方受けて合格するというのはなかなかハードルが高いんです。で皆さんどううするかというとこの 10ページの方に測量法、ね、これも載せていますなぜこれ載せているかというとやはりここで両方とも受けるよりも先にこの測量司法を受けてしまって、ね、で10月はこれに専念する、ねまあ、こういった形を取る方が、まあ、実はほとんどなんですね。 なので今年測量試法も受けてまあ合格予定ですよといった方はもう今からこの調査士の10月の午後の部、ねまあ、もちろん来年ということになりますけれどもこれに向かって学習をすることで非常に、ね、この部分に関しては他の受験生よりも大きな大ききななアドバンテージを得たこ,とになりますこれはすごくねメリットになると思ってください。 はい、でどんな試験なのかというところなんですけれども、はい、ちょっと午後の部に、ね、特化して見てみるとこれ大きく分けると卓越問題とそれから書式問題というふうに、ね、これ分けられます。 択一の方はこれいわゆる不動産登記法をメインに民法なんかも学習してマークシート形式の問題にまあ対応していくということになりますので、まあ、通常のまあテキスト教科書を読みながらしっかりとね論点を押さえていくという学習方法になるんですがこの書式対策、ね、これがやはり土地家屋調査士試験ならではの内容となってきて土地とそれから建物について 問問ずつのの、まあ、記述式の問題とということになります。で測量司法を学習した方は大きなアドバンテージを得られるのがこのの土地の問題です、はいでまあ、これ土地について建物もそうなんですけれども、まあ、これは問題文から、ね、これどんな登記の申請が必要なのか、ね、これをしっかり読み取って登記の申請書を仕上げていく。 そしてその申請書に添付する図面をこれ作成するというのがこの書式問題の内容になってきますでそこで土地の問題ということで土地の測量に関する知識というのが必要になってくるんですねで計算問題なんかもこれは出てきますでそこの内容はこれ初めてこの土地家屋調査士試験に右も左もわからずに 挑む人よりもこれ断然有利になりますね。要は測量っていうのはどんなものなのかというところを皆さんはしっかりと学習して受験されているはずだから測量のイメージがつくだけでもこの土地の問題には非常に入りやすいですあともう一つ皆さんは手計算でこれ計算しなきゃいけなかったですよねもちろん回答はマークシートでまあ選ぶ形式だったとしても手計算でこれ計算部分はやらなきゃいけない でも調査士試験では関数電卓が使えます。なので計算部分に関してだけはすごく楽になったという声はね、これ聞きます。なので調査士試験でまずはしっかりと基礎を学びますけれども、計算部分は関数電卓にねこれ頼って計算していくということになります。はい、じゃあ、 実際にレックのカリキュラム、まあ、どんな風になっているのかというところを見ていきたいと思いますがその前にちょっとせっかくなので、はいまあ、合格率ななんていいうのも気になるとところだと思います、ね、どの程度の合格率なのかというとここ最近はまあ10%を少し超えるぐらいなんですね。なのでまあ1割の方が合格できる試験、まあ、それでもやはりまあ難関試験と言えるんじゃないかなと思います。 でまあ、ここはやはりちょっとコロナの影響もあって受験者数もも減っていいるるまあそれもあるのかなと思います令和4年に関してはまだちょっとこれからの試験なのでデータがありませんけれどもそれ以前はというとやはり大体8%から9%ぐらいの合格率でずっと推移してきているのでまあ 令和4年令和5年ね、まあ、どのぐらいになってくるのかというのはちょっとまだ分かりませんけれどもまあ大きく上がったり下がっったたりり下ととといいいうことはないと思います体いい毎年まあ400人ぐらいの合格者を出す、まあ、このような形でまあ試験は実施されてきているということになります。はいではパンフレットをお持ちの方はちょっと16ページ見てみてください。 測量士法に合格しているもう測量士合格しているという方はもうこのインプット完成講座これをアウトプットになる直前ファイナルトーまでもうこれに専念できるわけです。はい、でまあ全69回とあります、まあ、かなりの、ね、回数ですけれども1コマが2.5時間というふうに考えていただいてそれの69回。はい、ただ 測量士法ありませんよ。という方は。これになるんです。十四ページの方に。測量士法の試験対策もセットで学習していくことになるので。これプラス、これが入ってくる。はい。だから、まあ、この図だけ見ても。やはり、もう、測量士法。合格しているよ。となったら。 これに専念できるわけだから、まあだいぶ楽になりそうに思いますよね。で、まあ今ね楽になりそうだという言い方しているのは正直楽な試験ではないわけです。はい、楽な試験ではないので、まあ,あくまでもね。勉強しなければ受からない試験です、ね、ただし、土地家屋調査士という資格はもうこれ。完全に独立開業を目指すための試験になるので、これは？ 持っておいたらやはり人生の幅は非常に広がりますで、やはりこのコロナになってからやはり会社員の方もこのままずっと会社員として会社に勤めているというのがまあ、不安だという声もあるんですねで、そうするとやはりこの何か手に職をつけようといった形で土地家屋調査士の試験に挑まれる方ねかなり増えていますで、やはり測量というふうになってくると女性の方は これはちょっとね、の足を踏んでしまう、ちょっと躊躇してしまうところもあると思うんですけれども女性のの調査士の先生もこれ実は増えているんでで、すね。でまあ、私の受講生の中でも確実に女性の割合は増えていると思うので、まあ、女性だというだけで、まあ、測量は無理だなとかそんなふうにはね是非思わないでいただきたいと思います。 でまあ、今もねお見せしましたけれどもこの部分がなくなるわけだから、まあ、かかななななりアドバンテージにはなるんじゃないいと思います、まあ、実際にこのコースで頑張ってる受講生も今うちのクラスにもねこれ実は何人もいるんですけれども、まあ、かなりハードです、ねでまあ、おそらくね合格してくれているとは思いますけれども、まあ、かなりね大変そうだというふうなのはねこれ見て取れます。はい では測量士法の受験で、まあ、そこの学習で学んだ知識が、まあ、どんなふうに使えるのか、はい、ちょっとと見てみたいと思い思ます、はい、パンフレットをお持ちの方は22ページ開けていただくと、はい、こんなふうにテキストを の中身こんなものですよというのを写真でねこれ載せてありますで上の段はこれ卓一対策としてまあ理論の学習これは不動産登記法とかあとは民法のテキストになりますね民法をまずは学んでその後不動産登記法ということになっていきますがまあ実際にテキストにマーカー重要部分を引いてそしてまあ我々が話したことねこんな風に書き込んでいる こんな風に普通のまあ授業としてね。進めていくんですが、下の段見ていただくと。はいま、これが書式の問題の一例です。はい、でまあここ見てもらうとこれ土地なんですね。で、土地をまあこれ文筆登記しますよ。というような問題になっています。そうするとこの土地の面積を。 こんなふうに出してこれ実際回答としてこんなふうに仕上げていくんですがあとは図面を書いていくここにね図がありますけれども図面を書いていくということになります。はいで実際にこれ計算する時は電卓を使ってで作図する時は三角定規を使ってということになっていくんですね。ででまこ、あ、ここのののありりもやはは土地屋調査士試験ななら道道具この道具を使いこなして こういった試験対策をしていくんだ。ちょっと面白い試験です。はい、でまあこの道具が19ページにはい載せてあります。はい、こんな三角定規を使って図面を書いていきます。そしてこの電卓を使って。 土地の面積を出したりあとは、まあ、何といっても座標値ですね x いくつ y いくくつつ y という座標値を出すのに、まあ、この電卓もうこれは欠かせません、はい、でまん、あ、実際に、まあ、私もそうだったんですけれども土地家屋調査士試験この学習を始めた時に定規だけで図面なんて書けるのかな ね、で数学なんて全部忘れてしまっているけれども関数電卓なんて使いこなせるのかな、ね、そういっったた不安がすごくあったのを今でも覚えています、ね、もうかなりね前なんですけれども。でそういった方々のためにこんな、ね「初めての土地家屋調査士講座」というのもまあこれ別売りで用意してましてこの中の三角定規だったりあとは関数電卓。 ねまあ、これに特化した、まあ、これ本講座に入る前の、まあ、プレ講義としてねえこういったものも用意しています。でこの初めての土地家屋調査士講座に関しては早期申し込みの特典なんていうのにもなっているので、まあ、早めに始められると、まあ、いいことばかりだということにはなります。はい、で実際に今日はこの初めての関数電卓。 はいこの部分のテキストをちょっと持ってきたのでまあこういったことをやるんですよというのを実際に皆さんにねここで一緒にに見てもらいたいいいたなとううふうに思いますそうすると測量手法の学習をした方というのはああわかるわかるっていう部分が結構あると思うんですね。はいちょっと見てみますはいこんなレジュメを使っていきます。 で、はいまあ、中身ははい、まあ、こんなふうに直角座標と極座標あ分かる分かるという方がね、えー、ほとんどじゃないかなと思いますけれども座標形としてはい、X、いくつ行って y いくつ行きますよというのが、まあ、直角座標です。でまずは 一番最初に私も測量手法の学習をした時にビビってビビったと言っちゃいましたねびっくりしたのが縦ががななのか、ね、横が y なのかか横、ね、まずこれでえって思いますよねでもこれはまあ慣れてくればね当然もうそっちが普通だというふうな形で、まあ、数学の座標系の方がまあ違和感感じるようになってくると思うんですけれどもこれもやはり初めて学習する人に比べればおそらくもう測量手法の受験生。 たちはもうこれ慣れ慣てるはずですからねもう最初からまあ少しね、えー、分かりやすくなってるんじゃないかなと思います。でこれも、はい、縦軸が x で横軸が y というような座標形になっている。で、まあ、これが直角座標ででもう一つはいこんなのもね皆さん学習したと思いますがはい極座標。これはというとう はい、原点から要は起点となる点からその点までの距離とそれから方向角、ね、これで表す座標形を極座標なんていうふうに言うわけですよね。 でこれもやはりもう測量資本の学習している方はもちろんわかるわかるという方がねほとんどだと思いますけれども、まあ、この極座標なんていう考え方もやはり数学をきちんとね学習していない文系の方なんていうのはえっていうふうにねこれ思われるかもしれない。で方向角って言われてもすぐにピンとくるのはね難しいんじゃないかなと思います。 で方向角というのはご存知の通り北方向ね要は X 軸方向を0度として右回りに測った角度これがまあ方向角というふうに言いますよね。でこの距離と方向角で表すこの極座標これを直角座標ね、X、いくつ Y いくつといった形に変換するのにどうやって考えていくのかというとこの三角関数これを使うわけですよね。 はい、でこの O から A までの距離が 64m そして O から A への方向角が39度、ね、この場合の A の直角座標、ね、これはというとここはい x そして y この長さが分かればいい。ということでここで直角三角形を作って。 でこの三角関数が使える右,が右下に、ね、直角部分を持ってきて 39° 度というのをこの左側に持ってきたこの三角形の形にして x と y を出していけば求めたい点、ね、この a 点の座標がわかるということですよね。はいそうするとじゃあこの x、はい、これがここに来るわけですから a 点の x 座標というのは。 この原点ここがゼロゼロとしたら、この長さが分かれば、エの x 座標が分かるということになります。はい、そうするとここが欲しいんだからコサイン使うということになりますよね。コサイン三十九度はいイコール六十四分の x というふうに考えると x イコールに直すと。 これは六十四かけることのコサイン三十九度で y はというと、はい、今度はこれですよね。使うのがサインということになるので y は、はい、六十四かけるサイン三十九度、はい、これで x と y が出せる。 ということになるわけです。はい、まあこのあたりはね、もう皆さんわかるわかるというふうな方がね、ほとんどだと思いますけれども、も、ま、う、あ、これはね、コサインシータ、コサイン三十九度というのが六十四分の x だから、それを x イコールに直して距離かけるコサイン三十九度。ね、y の方はサイン三十九度というのが六十四分の y だから。 Y イイコールに直して64かけるサインじ度ねこれで求めていくんだ。でこれを調査試試験ではこれが使えるわけです。したがって真、まあ、数表なんていうのもね必要なくこの関数電卓にはここにサインコサインタンジェントボタンがありますから、ね、これをそのまま使ってはいこんなふうに。 六十四かけるコサイン三十九。はい、そうすると x は四十九点七三七三何がしというふうに出てきます。一方 y の方は六十四かけるサイン三十九。はい、そうすると四十点二七六五何がし。はい、こんなふうに出てくるのでこれが y。 だから A 点の x 座標が49.7373ね、y 座標が40.2765ということになります。はい、でまあこれだけでもだいぶ楽だと思うんですけれども、最近の調査士試験だと、はい、ちょっとまたねパンフレットを。 はい、見ていきたいと思いますけれどもこの調査士合格コースのところの下に、はい、電卓の複素数計算モード、ね、これを使ってまあたくさんの方がね、えー、土地の計算問題を解いているということになるのでこの REC の初級講座でもこの複素数モードという、ね、電卓のモードを使って複素数で計算していくことになります。そうすると 今の内容はいこれはこの直角三角形で考えて 64×cos39° が x64×s39°、ね、が y1、ね、つずつ出しましたけれどもこれを距離とそれから方向角これそのまま打ち込むだけで x と y。 これ同時に出せますよというのがこの複素数計算ということになるのでちょっとやってみますね。距離が64です。で、方向角入れますよというこれちょっと角度のマークです。角度マークを出して39はいこれを打つと、はい、今出した数字と同じものが出てます。 これ x 座標です、はい、そして下の40.2765ここに出てますけれどもこれが y ですこれだけで一気に x 座標 y 座標を出せてしまうこれがここで示しているこの複素数計算です、はい、そうするとまあここのパンフレットにもうたっていますけれども。 基本的なモードを使うよりもだいぶ時間短縮もできます、はい、で時間短縮もできるし電卓を打つ回数が少ないということは、まあ、ミスも少なくなるということでまあメリットしかないんですけれども、まあ、例えばじゃあこんないいモードがあるんだったらもう基本的なサインコサインなんていうのを勉強しなくて ね、もう電卓だけがきちんと、ね、すごく上達すれば、ね、調査試試験に受かるんじゃないかなんていうふうに考える方もね中にはいらっしゃるかもしれませんがそうはいいかないです、ね、やはり基本的な三角関数の内容だったり、ね、そういったことはもちろん学習は省きません、ね、なので基礎はきちんとやります。でこういっったた内容が分かった上で 電卓の機能をフルに使っていくというふうに思ってくださいね。結局電卓だけいくらマスターしてもそれは調査士試験の知識にはならないのできちんと基礎はやりますよ、ね、だから測量手法を学習したばかりの方はまあ問題はないかもしれないけれども一からねきちんとやりますで分かった上で調査士試験に対応できる電卓の使い方 そして作図なんかも出てくるのでこれらの知識をきちんとね学習していくということになります。はいなのでこういった内容も何も知らない人に比べたらだいぶ皆さんはね学習に入りやすいと思うのでぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思っています。はいで 今お見せしたテキストというのがこの「初めての関数電卓」はい、でまあこれ全3回2時間1コマで全3回ありますので関数電卓こんな風に使うんだよというのを本講義の前、ね、本講座に入る前に、ね、もうこれは。 マスターしてしてま,まあマスターといってもここではね今の複素数モードなんていうのはやりませんけれども関数電卓こんんな風に使ううだよといいのをやっていきますはいそしてあとは「初めての三角定規」ということでやはり作図というのも不安に思う方がねこれたくさんいらっしゃるのでまあ、こんな風に図面書くんだよというのを本講座に入る前にこれをね、えー、動かし方なんかをやってしまいましょうということでこれが全2回。 はい、あとはよくわかる数学測量資本の学習経験者はね、まあ、この辺りは十分あのやらなくても対応できると思いますけれども、まあ、心配な方はねここも見ていただいてこの「初めての土地家屋調査士講座」として、ね、これセットでついて,いき,ついてきますのでこの辺りも、えー、ぜひ活用していただきたいと思います。はい、でちななみにこのの初めての土地家屋調査士講座なんですが 先ほどもちょっと申し上げましたがパンフレットの裏にねこんな特典として9月の末まではい特典として今のの初めての土地家屋調査士講座これ全10回になります数学が4回分そして定規これが2回分で関数電卓が3回分あとは少しですけれども六法についても六法って何ぞやというところもね、えー、これが全10回分としてこれ無料でついてきます。 はいあとは作図をするにあたって三角定規ね、これも必ず必要ですけれどもこれも特典としてついてきますはいレッグで販売しているんですがまあこれレックで買っても確か3500円ぐらいしたと思いますのでねこれもついてきますはいあとは書式の図面の練習用紙これも100枚ついてきますはいでさらに他の特典もありますので なるべく早くね学習を始めるんだったら早くに始めた方がもうこれ、絶対にいいです。ははいいいですかね、はい、あとはそうですね、えー、通信、通学どちらもね対応できるようになっているんですけれども通学できるのは初級講座ですと池袋かあとは。 関西だと梅田ですね。大阪になります。で池袋はい関東だとこの池袋が通学できるね、えー、本校ということになります。で本講座が始まるのは9月の18日ねここが最初の講義ということになりますけれどもこの少し前に今の初めてシリーズはい今ちょっとね、えー、関数電卓の テキストを見ながら少しね説明させていただきましたけれどもこの初めての関数電卓とそれから三角定規と数学に関してはダイジェスト版として、ね、通学できるように1回分、ね、こんなふうになので本講義が始まるのは9月ですけれども6月7月8月に1回ずつありますのでこの辺りもぜひね、えー、見に来ていただければというふうに思います。 はいそして通信の方はというともうこれすぐに実は始められるんですね。もう教材の発送初回が5月の26日5月の26日にはもうこれ発送できますので、えー、もう5月末からもう学習は始めることができます。はいなのので通信の ねまあ、メリットそれから通学のメリットそれぞれあると思います。で通学できない場所にねいらっしゃる方というのはもうこれおのずと通信ね選択肢としてはここしかないと思うんですけれどもやはり通信の方は最初に通信でね作図とか関数電卓とか、ね、これできるようになるのかなっていう不安をこれ聞きますただ通信の方ででも全く問題ないです。 今ここで私電卓叩きましたけれどもこんなふうに授業の中でも一緒に電卓叩いて、まあ、最初、ね、覚えることはきちんと一緒にやりますから、ね、やっといてなんていうことにはならないですからそこは安心してください。で作図に関してもこのプレゼンターの上で定規動かして、ね、一緒に作図練習していきますのでその辺りは安心してください。 で通信の方はもう自分の止めたいところでねこれちょっと待ってっていうことで止めて、ね、これ一緒にできるわけだから全く問題ないです。で通学のメリットとしてはこれ通通学生ににはここの通信のの信収録講義というのがこれセットになってきますなので早くに申し込まれた方は少し予習なんていうこともこれできますしあとは通学で聞き逃したところもちろんその場で質問に来てもらえれば全部答えます。 ね、でもその部分をもう一度復習しようと思った時に収録講義を自宅で見られるということもこれ可能なので通通学も通信も信これメリットはたくさんあります、ね、なので是非、えー、どちらかね、えー、自分のいいような方をね選んでいただいて是非一緒にね学習をしてみませんかという案内です。 はいでまあそのほかにも今ねここで伝えきれてないところもたくさんあると思いますので、えー、ぜひお問い合わせいただければ、えー、お答えしたいと思いますしあとはまあガイダンスだったりねあとはそうですね受講相談なんかもこれ随時受け付けていますので、えー、ぜひこの辺りもお電話等でお問い合わせいただければと思います。はいということで、えー、まずは測量司法測量士試験ね、えー、受験された方はお疲れ様でした。 でそのあとのこともぜひ考えていただいてでその中の選択肢の一つとして土地家屋調査士試験ここへのチャレンジというのを一つに入れていただければなというふうに思います。はいということで最後までご視聴ありがとうございました。これで失礼いたします